こんにちは。今回は超基本的な知識である血液の流れをやっていきましょう。土台となる知識ですね。皆さん苦手な体循環とかを理解するためにも必要なので、もし不安な方がいれば確認しておきましょう。では早速始めましょう。人間の体には血液が流れていて全身を巡っています。血液が全身を巡るためには送り出してくれるポンプが必要です。ポンプは言わずと知れた心臓ですね。心臓から出ていってぐるっと体を回ってまた帰ってくる、これが血液の流れです。そして心臓から出ていく血管を動脈、帰ってくる血管を静脈と言います。動脈は心臓から離れるほど細くなっていって網の目のように全身に広がっていきます。これを毛細血管と呼んでいます。さて血液がどのように流れているのかは分かりました。次はどんな風に心臓が血液を送り出しているかを見てみましょう。心臓には図のように4つの部屋がありますが、全身に血液を送り出しているのはこの部屋です。左心室と言います。ちなみにこれは酷使ポイントです。こんな感じで酷使で問われたことがあります。この右左というのは自分から見て右か左かということです。今この心臓は他の人の視点から見ています。でも自分から見たら左側はこっちですよね。だからこっちが左になるわけです。左心室から送り出された血液はこの動脈を通って全身に流れていきます。根元の一番太い動脈なので大動脈と言います。これも酷使ポイントです。こんな感じで問われたことがあります。左心室や大動脈は基本的な知識ですが、国史にしっかり出題されているので基本は大切ということですね。さてその後全身の毛細血管をこう巡って静脈を通ってこっちから帰ってきます。この静脈も根元にあって一番太い静脈なので大静脈と言いますが、実は帰ってくる道は上半身と下半身で分かれていて上大静脈下大静脈と呼ばれています。それで大静脈から最後に帰ってくる心臓の場所のことを右心房と言います。下にある広い部屋が心室で、上にある狭い部屋が心房ですね。房には小さい部屋という意味があります。このように左心室から出ていった血液が右心房に戻ってくるまでの流れを体循環と言います。ただ心臓にはまだ2つ部屋がありますよね。右心室と左心房です。この2つの部屋は何のために存在しているんでしょうか。別に血液を送り続けるだけならさっきの2部屋だけあればいいはずですよね。血液は全身を巡っている間に少しずついろんなところに酸素を渡しているので、大静脈から右心房に戻ってきた時点でとても酸素が少なくなっています。だからこの血液をこのまま全身にまた回しても意味がありません。なので全身に血液を流す前に酸素を取り込む必要があります。右心室と左心房はそのためにある2部屋なんです。どうやって酸素を取り込むのか血液の流れを見てみましょう。全身から帰ってきた酸素の少ない血液はまずは下の右心室に送られます。そして右心室から肺に向けて血液が送られます。それから肺で酸素を取り込んで左心房に戻ってくる、これで酸素を血液に取り込むことができました。あとは酸素が豊富になった血液を左心室から全身に送れば OK と、こういう流れです。さっき話した体全体を巡る循環を体循環というのに対して、今回は肺を巡る循環なので肺循環と言います。ちなみに右心室から肺へ行くこの血管は心臓から肺に向けて出ていく血管なので肺動脈と言います。戻ってくる時に通る血管のことは肺静脈と言います。このイラストの血管の色は流れている血液に酸素の量が多いか少ないかを表しています。赤色は酸素が多く含まれる血管で、青色は少ない血管です。体循環では動脈を流れる血液に酸素が多くて静脈では酸素が少なかったですけど、肺循環ではその逆になるということを覚えておきましょう。さてこれで心臓の4つの部屋がそれぞれ何のためにあるのか分かりました。ところで
血液が全身に運んでいるのは酸素だけでしょうか？実は血液はもう一つ大切なものを運んでいます。それは糖やタンパク質といった栄養素です。次は栄養素の取り込みに関する流れを見ていきましょう。私たちが食べたものは胃で消化されて腸で吸収されます。つまり心臓から送り出された血液は小腸を通るときに栄養を取り込むわけです。栄養を取り込んだ血液はその後門脈という大きな血管に集まって肝臓に向かいます。なぜかというと余分な栄養素を貯蔵したり不要な物質を分解するためです。ちなみにアルコールは胃で吸収されるのでこっちから門脈へ向かいます。そして肝臓を通った後は肝静脈から下大静脈につながって心臓に戻るというわけです。さてさっき肺循環の話で酸素が一番多い血液が流れているのは肺静脈と言いましたが、栄養素が一番多く流れている血管は門脈ということになります。さて全身の血液の流れについて解説してみましたがどうだったでしょうか？忘れてしまっていたところはありませんでしたか？では全体のまとめです。穴埋めになっているので一時停止して何問正解できるかチャレンジしてみてください。血液は心臓から出て全身をめぐってまた心臓に戻ってきます。出ていくときに通る血管を動脈、戻ってくるときに通る血管を静脈と言います。心臓から離れた体の末梢の方では血管が細くなって毛細血管と呼ばれています。心臓がどんな風に血液を送り出しているかというと、左心室から大動脈を通って全身をめぐり、大静脈から右心房に戻ってきます。この流れを体循環といって、全身に酸素や栄養素を送り届けている流れです。ただ送り届けて減ってしまった酸素や栄養素をどこかで補給する必要があります。補給の仕方がそれぞれ違っていて、順番に見ていくと、まず酸素は右心房の下の右心室から肺に向かって血液が流れていって、肺で酸素を取り込んだ後左心房に戻ってきます。肺に向かうときに通る血管を肺動脈、肺から戻ってくるときに通る血管を肺静脈と言います。その後はまた左心室に送られて全身を巡っていきます。次に栄養素は小腸の血管で吸収されています。栄養を取り込んだ後、血液は門脈という血管に集められて栄養の貯蔵などをするために肝臓に運ばれます。次の動画では今日話した基本的な血管以外に国史で問われたことのある重要な血管について詳しく話していきます。では今回はこれで終わりです。最後まで見てくれてありがとうございました。